遠州横須賀三熊野神社大祭は、静岡県掛川市横須賀で4月第1週に行われる祭礼。江戸の天下祭の古い形を残している。横須賀城下の三熊野神社の祭礼で、4月の第1、金、土日曜日に行われている。横須賀の祭り出しは、一本柱マンド型といわれる、江戸屋台の古い伝統を残している。また、 二輪屋台の祭り林として有名な三社祭礼林は静岡県の無形民族文化財第1号に指定された。2019年現在、三熊野神社大祭の練り行事として国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に指定されている。三熊野神社は小佐の神として古くから崇敬されており、小佐の神事も行われている。 慶安頃、遠州横須賀藩主、松平重忠の家臣が、江戸の天下祭りの様式に興味を示し、屋台の様式と林を持ち込んだものと伝えられる。江戸時代の1625年頃にはすでに踊りを主体とした祭りが存在していたようだが、現在の様式の原型が作られたのは、1636年頃、当時江戸幕府老住職にあった第四代、横須賀城主。 松平重忠田が当時の江戸天下祭の祭り文化を横須賀の地へと伝えてからだと言われている。以来、獅子孫孫と受け継がれ、324年以上の伝統を誇る祭りである。横須賀の祭りだしは、俗に一本柱マンド型と言われる様式で、当地では一般的にネジメザトと呼ばれる。この一本柱マンド型は、遠州横須賀から主として、 大井川天竜川の間の近隣地域に伝播し、よく似た形態で実施されている。ねじめ里は、近隣地域では単に、屋台と呼ばれている場合もある。この一本柱マンド型の出汁は、江戸でもみこし以上に、祭りの花形であったが、電線や路面電車の河川などの邪魔になることから明治、以降捨てれてしまい、天下祭りの様式を移植した地域に残されるのみとなっている。 引き者に心幻棒と呼ばれる柱を立てて花飾りをし、その上にマンドと呼ばれる飾りを置く。マンドには漢石から引用した格言が書かれており、さらにその上に出し人形が飾られる。おおよそ6メートル近い高さになるため、横須賀の町内では交通信号や電線がねじめ里に接触しないよう電線の位置を高くしたり、 交通信号を可動式にしたりするなどの配慮がなされている。1996年の神田祭りには一本柱マンド型屋台の里帰りイベントとして、また2003年以降、各年で江戸開府400年祭を記念して、それぞれ2丁の屋台が東京で引き回されている。2015年5月にも神田祭神田明神御0座400年宝祝祭に参加をしている。 横須賀の祭り林は、屋台と同時に、江戸からもたらされ、独自の発展をしたもので、三者祭り礼林と呼ばれている。演じられる曲目は枠上げ、銅林、田町の祭り会所訪問の際の役代鼓など、使われる林がおおよそ決められている。屋台を引きながら参加者が、下下の林声を上げるが、これは大名行列の、下に下に生招いたものと言われ、 横須賀の祭り形態が伝播した近隣の二輪屋台の祭りの地域でもよく聞かれる。二輪屋台の祭り林の起源となったことから昭和30年に無形民族文化財第1号に指定された。同時に三熊野神社の祭礼は小佐漬けの祭りとしても有名である。三熊野神社は701年文武天皇の皇后藤原都の御子誕生の折に 熊野本宮をこの地に祀ったことから創建された神社で屋台の引き回しと同時に小佐けの神事も行われている。小佐けの神事はお年猫様と呼ばれる巫女人形を抱いて3、熊野神社から横須賀の町を巡りお祓いを受けるものである。遠方からお祓いを受けに来る人も多く、横須賀の祭りのもう一つの名物となっている。ありがとうございます。